こんにちは、ハワイトオコナです。ちょっとね、パーフェクトな天気じゃなくてもう誠に残念なんですけど、今日はですね、この辺り見たことある家がいっぱいありますね。あそこの角の家も見たことあるよ。今日は見事なオーシャンビュー&プール付き、こちらの邸宅です。見ていきましょう。まずここですね。入ってくるとツーカーガレージでしょうね。玄関、あちらからお庭に回れるんですが、このミントカラーのねドアも可愛いし、私個人的にこれに釘付けです。見て、パイナップルThis is so cute. Pineapple. はい。なんかこれ面白い空間。あ、鳴らして遊んでる。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って。すっごい美しいです、これ。うわー。ガレージ、ちょっと待って。ピッカピカじゃないですか。すごいな。これガレージの5分の1の空間で私暮らせるんですけど、ウォーターヒーターですね。ウォーターヒーターをついついホットウォーターヒーターって言っちゃうんですよね。ホットウォーターはヒーターじゃないだろうっていうね、ウォーターヒーターが正しい。これが外にアクセスできるわけですね。こちらがガレージで、その横が、待って、何、あ、いきなり、あ、OK、ウォッシャーとドライヤーですね、ランドリールーム、はい、了解です。ちょっと不思議な作りで、あ、なるほど、ちょっとここに、若干ですが、畳めるスペース、ちょっと足りないかなって感じはしますけど、収納多めですね、いいですね。ちなみに2003年築です。ちょっとね、圧倒的なビューがね、これこんな感じなんです。ちょっともう一回玄関に戻ってきますけどね、玄関からこんな感じでね、もう一度どうぞ。このね、美しい、本当にすごい、タイルといい、空間の使い方といい、ちょっとどうなってるんだろう。非常にね、大きな邸宅なんですよ。4ベッド、ちょっとお待ちください。これはハーフバスですかね。4ベッド3アンドハーフバスと聞いてございます。これがおそらくハーフバスではないでしょうか。これは収納かな。こういう大きな邸宅はね、もう途中で、もう部屋数は数えるのはやめていきます。何しろね、玄関右手、このペレ様とあのハワイ諸島といい、この高い天井たまらないですね。ちょっと一つずつ見ていきましょう。こちらが一つ目のベッドルーム。うわ、これは美しい木ですね。そしてこのビュー、いやー、これね、もうピーカンだったら、今ピーカンって言わないですかね、え、すごいと思うんですけど、まあまあ、あの晴れてなくてもすごいです、すでにね、本当に素晴らしい。これぞオーシャンビュー。何かね、遮る建物ですとか電線とかそういったものがないですね。天井のこのカーブも美しいですし、この床の木材も非常に良いものを使ってますね。マホガニーとかかな、なんだろう。こっちのタイルちょっとちっちゃめですね。リビングエリアのタイルよりもちょっと小さいですが、とっても綺麗です。ゴージャスですね。これダブルバニティ、プライマリーベッドルームでしょうかね。こちら側に大きな、これはバスタブジャグジーですね。はい、ジャグジーになってございます。そしてとっても広い。うわ、これ綺麗ですね。こういうの好き。
ね、私の好みなんか誰も聞いてないと思うんですが、多機能シャワーですね。もうシャワーヘッド何個あるんだかわからないぐらいな。このね、ニュートラルな色合いも素敵ですよね。この天井の流線ですとかライティングもとても美しいです。で、こちらにトイレですね。電源はなさそうです。はい、大きなクローゼットですね。ここに住めますね、私。うん、あの天窓もあるし、日当たりもいいし、全然問題ないです。全くもって問題ないです。はい、広々としたウォークインクローゼット。なぜかお風呂場の奥っていうね、よくありますよね、このパターンね。なぜなんでしょう。いや、これは美しいですね。ちょっと人を避けて撮影していきたいんですが、今日はね、何しろ初めてのオープンハウスなので、非常にたくさんの人が来ているんですが、よし、あちら側になんかあるのかな。ちょっとキッチンの方見ていきましょう。あちらが玄関入ってきたところで、こちらがキッチンになります。美しい石ですね、これね。これなんかつなぎ目のところもちょっとゴールドっぽいものになっていて、すごく美しい。キッチン全体像このような感じです。クラシックビューティーといった感じでしょうか。これね、判断つかない。違うんじゃない。あ、そうだ、違いましたね。微妙に違いましたね。こういう細かいところに小窓があるのもいいですね。このなんていうんだろう、クラシカルな木の色もいいですよね。こちらが IH ヒーターとオーブン、あ、ワインクーラーと、それから給水器付きのステンレススチールの大型の、冷蔵庫でね、キャビネットがたくさんあって、ね、収納たっぷりなんですよ。めちゃめちゃたっぷりで、こちらに電子レンジで、このように、ここにね、食洗機があって、でこちらにシンクと、で向こう側はこのとてつもない見事なオーシャンビューでございます。で、これがですね、あ、いい動線ですね。これがあのランドリールームにつながってるんですね。なるほどなるほど。で、あちらが玄関と、で下に行けると。で、私はちょっとこっちの方のお部屋を見に行きます。うわ、これは綺麗だ。これ床の木材、ちょっと後で聞いてみます。ちょっとあのプアラライリゾートとかの香りがするレベルの美しさ。ちょっと細かいところ突っ込みね、こういうね、入れちゃいますけど、2003年築なのでね。ただあの非常によく手入れされていて、美しいカスタム邸宅ですね。アンスイートになっています。こちらが2つ目のトイレと、それからここに小さな収納でしょうね。で、こちらに流し。うわ、こういうとこのね、この天窓いいですね。やっぱ自然光が入ってくる作りはね、素敵ですよ。このタイルもゴージャスです。これ取っ手がね、取り外しできるタイプのものに変えられてますね。ゆったりとした大きなウォークインシャワーでした。さてさて、このフロアはこのような感じでしょうか。ちょっとね、さっきまでずっと人がいたんですが、もう究極これですね。もう一度ご覧ください。全体でね、380平米あるんですよ。見てください、このポケットドアって言ってね、これガーッと全部網戸もついてます、ね、虫入ってくると困りますもんね。これスライディングになってるんですよ。このようにあちら側に全部収納できると。で、取っ払ってね、もうこの開放感と、あとこれいいじゃないですか。ちょろっとしたウェットバーがあってね、この石もキッチンとお揃いですね。美しい。
いや、待って、これちょっと待って、すごい美しさじゃないですか。うわー、ビューがたまらないですね、これ晴れてたら。まあまあ、でも全然全然全然、このラナイの使い方もちょっとね、いろいろなんか夢が膨らみますね。これはすごいです。さて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 、そうしましたら次は下のフロアに行ってみましょう。下にあと2つあるんじゃないかな。まあこういう作りなので、まあ、ちょっと賃貸に出すとかっていう感じじゃないですよね。大家族で住まれるとか、あるいは、何でしょうね、お客様が来た時に、ご案内するとかいう感じでしょうか。おほほほ、クールビュー、素晴らしいですね。ここがリビングエリアのようですね。ちょっと順番に見ていきましょう。こちらにベッドルーム。床の木材聞いてみよう。本当に綺麗です。ちょうどいい大きさ。天井もね、結構高さと取られてますね。木が美しいです。で、横が2003年のままなんでしょうね。うわ、天井高っ。やっぱこうやって見るとすごく高いですね。もうこちらにはバスタブ発見でございます。で、その横にまたベッドルームと。わ、このフロアからももうビューは最高ですね。窓にしっかり網戸がついているのがちょっと好感です、個人的に。さあさあさあ、今降りてきた階段がこちらで、ここが2階部分、ごめんなさい、1階部分ですね。面白い作りですよね。ウェットバーだけですね。だからやっぱり賃貸って感じではなく、ここは何？何何何？プレイルームみたいな？何ですかこれ？なんかもともとガレージだったみたいな感じな。床がなんかコンクリ打ちっぱなしみたいになってるんですけど。何だったんでしょう？物置かな？ちょっと不思議空間です、こちら。ちょっと不思議空間。ちょっと待って。もちろんベッドルームにはカウントされてないですね。さっき、こっから降りてきたんですよね。ちょっと待って、これは何ですか？お、すんごい収納。私、ここで住めます。あそこに、ね、寝れます。よし。すごいな、すごいな。ちょっと面白スペースですね。じゃあ、これで最後かな？プールサイドに出てみようと思います。敷地はね、およそ280坪ございます。建物がね、非常に大きな邸宅で380平米ございます。1階と2階がね、ちょっとこれ下何になってんの？下にも家があるとか言わないよね。時々そういうとんでもないことがあるから、すごい落っこちそう。あ、ないよね、さすがにね。あ、失礼しました。戻ります。はい、というわけでですね、プールサイドに戻ってきたんですが、やっぱりね、このプレキシのこの視界を遮らない、いいですよね。どうですか、この角度で見てもこの美しい、なんていうのかな、エレガントな感じで、なんと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 、まあ、ちょっとここもね、お手入れとか必要ですけどね。ちなみにね、プールのお手入れ、プール外、1ヶ月200ドルとか250ドルとかですね。ここにジャグージーもあるじゃないですか。これもいいですね。
うわ素敵素敵、これは素敵な大きな大きな邸宅でございます。やっぱり圧巻は2階の部分のあのラナイですかね。はい、こちらの大きなプール付き、土地はおよそ280坪、建物は、4ベッド3アンドハーフバス、およそ380平米大きな邸宅でございます。こちらの物件はですね、新しく売り出しに出たばっかりです。美しいカスタム邸宅、ビューが最高、海岸線が一望できます。場所はコナの高台ラコストリートの上の方にございます。お値段は 1.9 ミリオン、日本円でおよそ3億円での販売でございます。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしくださいませ。噛んじゃった失礼しました。ユーカリプタスロープスターハードウッドフロアだって。ああ美しいなと思ったんですよ。私ギターやるんでね、木は結構敏感なんですけど、いやこれ美しいです。おまけでございます。お隣のねちょっとちらっと見てて思ったんですけど、ここね全部コンクリで固めてるんですよね。コンクリにするとローメンテナンスで済むんですけど、ほらねお庭の手入れとかが、だけどもうちょっと緑あった方がいいかもねっていう、まあ、個人的見解なんですけどね。はい、あとスーパーリノベホームね、ここの近所ですよ。どの辺だろう、あっちの方かな、結構近くです。ではでは、今思ったんだけど、 Is this made of lava rock? Okay. Yeah, it does. ラバロックでできてるのかと思った。さすがに違うよね。ではではペル様、またです。